闇の中に浮かんだ途切れたビジョン目の前スポーン。はい、始まりました日刊マインクラフトの時間でございます。そうか、今回もやっていきましょう。私が FB37 です。そしてとっても得意なフレンズキックマックスです。マックです。よでーす。さあ、とうとう皆さん来ましたよ。今回は最後のディメンションに行こうと思います。最後ディメンション、我々、ネザー、クラウディアとか、この通常世界以外の、地下世界とかもそうですね、やってきたわけなんですけども、今回もう一つあるんです。世界が、世界は何個もある、もう一つの世界、その名もトカルデコルデ。一つだけお伝えしておくことがあります。この世界は今までの世界より一番広いです。広い、めたくそ広いらしいです。そうなんですか。マジかよ。今までやってきた世界ここよりも全然広いんですか。おそらくだけども、そこの、ポータルが一番難しいと思われる。難しいというか時間がかかるんじゃないかなと、な、僕もちょっと行ったことないんでわからないけども、まずは、そこへのゲートをつなげましょう。とりあえず転職してこよう。そこに何系で行けばいいんだ。わからん。そこにまず敵が湧くのかっていう話だし、ちょっと見てみます。湧かないわけない気がするけど。ああそうじゃなくて、そのゲートをつなげるまでにまず話はそこからだから。早とちりするなよ。そうだ、早とちりするなよ。行った。それはトカルデコルデの世界には、トカルトコルデだ。トカルトコルデ。さっきまでなんて言ってた？トカルデコルデって言ってた。おーん。そうだね。敵が湧く情報は何にも持ってないね。ちなみに、そのトカルトコルデは、この煉獄省から買える氷溶かすっていうアイテムが必要になるので、これも一応持ってきます。ほえー。ほえー。アイテムの持ち込みは可能なはず。アドベンチャーモードなんだけど。敵は、通常の敵は見えてるけども大丈夫だろう、多分。その判断が吉と出るか、吉と出るか、凶と出るか。この下にとりあえず落ちちまう。ういーっと、とは怖い。おそらくここに入るために、ああそうだ、うん、氷とカースが必要になるんじゃないかな。あ、そういうことじゃない。あ、入れた。真ん中のポータルだから下かな、もっと。お、おはー、溶けた、溶けてました、溶けました、溶けました。じゃあ行っちゃおうかな。ちなみに多分戻ってこれないからアイテム持ってくね。え、まあでもチェストぐらいあるんじゃねえの。来たー、トカルデコルデー。ここは寒さが激しいからね、凍え死んじゃうよ。あららら。とりあえず、入ったところにチェストあったわ。あ、ほんと。うん。あ、戻れる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 。あ、戻れる。戻れるだ。おー、戻れる。戻れる。素晴らしい。あー、俺に着いたろ。皆さん、トカルトコルデで一番の特徴があります。それは、なんすか？寒いため、松明を持ってないと凍え死んでしまいます。しかも、松明の火はどんどん消えていきます。つまり、松明を大量に持ち歩かないと、死んでしまうわけですな。マジかよ。そう。入ってみればわかるけど、松明がね、どんどこ表示、なんか消費されていくから。しかも広いという。死んでしまいます。死んでしまいます。マジで。じゃあやっぱあれだね。一回で攻略するのはもう絶対不可能に近いな。そうじゃないかな。これ火で付け直せるって書いてあるけど、どこの、この火で付け直せるの？いや、ん？かまどで付け直すのかな？ああ、アドベンチャーですな。やっぱり。アドベンチャー系用意しないとな。そうだね。もう経験値はめっちゃ入っててびっくりした、今。そんなにびっくりしないでしょ。使おうぜ。そんなにびっくりした？4スタック入ってたらびっくりするだろ。人生のうちで何番目ぐらいにびっくりした？あー、1024番目ぐらい。1024? どんだけ数えてんのよ。すげえ。ぼちぼちリアルだ。やべ！あ、あかん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 。わしスキルまだ設定してない。きたー！深淵さん現る。いけー、犬やー。とうとう夜の犬が活躍するときが来た。よし。そう、なんだ、お座りしてるやつ、してないやつ、触らんなんだ、こいつら。よし、いけ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 、いいぞいいぞいいぞ。しょうがねえな。働け。働け、お前ら。出番だ。
俺に任せろってばよ。いいかよよ。フェイタリティー。ヘイ。ざまあ見やがれ。やれ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 。もう一回フェイタリティー。完全にハマってやる。おーおお、来た。今こいつは無力だ。無力の賜物。剣が。もう一発いったよ。フェイタリティー。ほら。勝利あった。はい、死亡。マジかよ。まあいいや。舐めてんじゃねえぞ、フェイタリティーを。よーし、準備 OK。 まずはファーストトライだ。入ってみなきゃ始まらない。よし、準備 OK。 エオさん、経験値取ってます。一人でレベル上げしてる。やべえ、こすい、ほんとやり方が。謎の卑怯者がいます。デコに引っかかって玉手箱が倒したらもらっちゃった。なんだお前。なんだお茶目さんか。倒したらもらっちゃった。なんだお前。可愛く言ったからって許されることではないぞ。本当にさ、自らの罪を悔いて死ね。わかったな、このナスビアタック。ナスビアタック。ナスビアタック。早くしろ、ナスビアタック。なんだナスビアタック。もうみんないんの。いるよ。いるんだよ、ナスビアタックよ。ナスビアタックよ。行きまーす。行きまーす。エオのこと一週間ナスビアタックって言うわ。ナスビアタックって何。なんだろう。あ、やべ、落ちちゃった。よっしゃ、では、トカルトコルで突入です。行くぞー。あれ、入れない。来た来た。もう。さあ、まずでも、とりあえず変な村人がいるんだよね。辺境調査員。燃えてる。辺境調査員めっちゃ燃えてるけど。なんやねん、こいつ。こいつ役に立たない。うん、話しても特になんもないし。なんだこいつ。これだけでも壊す。あ、経験値。この中に、松明置いとくぞ。ああ、それはいいかもね。あかん、手持ちから。げえ。え？後ろになんかいる。は？うわ！ちょっと、いきなり？え、いきなりステーキ？ちょっと待って。あ、フェイタル、フェイタル。え、アロマが即死したぞ。一瞬でアロマが溶けた。うわぁ、バカな。一回帰るぞ。トカルトコルデの通貨。そうそうそう。トカルテコルデでは、専用の通貨があるらしくて、それでなんか、アイテムと交換できたりするらしい。消えた松明って、上がり火で、火をつけ直せるって書いてあるけど。そうだ、つけ方が分かんなかったんだよね、前。うわぁ。これじゃねえの、しら。ああ、そうだ、これだ。え、どうやってつけんの。この、かがり火あるじゃん。うん。クリックすれば。ああ、多分消えた松明を持ってクリックかな。右、うん、クリック。いや、つかねえな、俺。ああ、ほんとだ。俺だけつかねえ、なんやねん。お前、持ってんの普通の松明だろ、それ。ででーん。いや、もう大丈夫。このかがり火じゃなくて、この木に話しかけても普通にいけるけど。ほんとだ。木じゃねえ、これ。いって、うえ。なんだこの木は。とりあえず一回戻ろう。そうだな。そうね。また、さっきのジャック・オランタン・デュラハンみたいなの出てくるから。あいつ攻撃力高かったな。では、再突入。とりあえず、ここら辺を探索しようか。あそこにチェストがある。骨しか入ってない。ちなみに、ここら辺に、下手にアドベンチャー松明置くと、氷溶けちゃうから。そうだね。でも、このね、多分ね、なんかこの、色が濃いやつは大丈夫だと思う。溶けないと思う。めっちゃ広いな。めっちゃ広いっていうか、どこでも行けそうだ ね。とりあえず、こっちのワープポータルの方面行ってみようか。どうだ？滑る音。あーっと！まずあれを壊す！お。オッケー。こっちはどうなってる？おー。落ちる。おーお。あっちもなんかいろいろあるぞ。なんだこれ、どうなってやがる？あ、なんかいる。あ、なんか、なんだあれは。えぇ、ー、わ、なんかいる。やべ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 。落とされるぞ。気をつけろ。危ない。あ、そっか。みんなにかかってねえのか。あー、危ねえ、落とされるぞ。こいつノックバック持ってる。トゲの揺れ持ってやがった。危ない。あ、とりあえず俺上上がって探検してきますよ。オッケー、そうだね。まず1個。なんだこれは。あー、敵倒すと通貨落とすね。通貨どんどん敵湧いてきたな。一番上来たが
こっちの奥かな。この大陸以上に何かいろいろあるんだな。なんだ、あ、この透明、これか。てめえだな。いたいた、透明なってる。透明だと。いや、なんか泡みたいなのが浮いてんだよ。ああ、こいつか。あ、待てよ、これ、俺デコイです。あ、あの、足をすくれ。あ、いや、もう、倒せないよ。倒せません。あ、下に村みたいなのがある。どこだよ。下に村みたいのがある？ちょっとそこ行ってみるか、まず。アロマどこ行った？ここ、やべえ、メッサ光るちゃんと使わなきゃあかんな。あー、欲しいね。ほんとだ。うお、行ってみる？え、これどうやって帰るの？でもこれ。ここら辺に、松明仕掛けて、溶かす。あー、ほどうなる、ほどうなる。あれ、こっち側。水流れてる。水流れてるとこあるぞ。あれ、どこだ？上かけど。ほんとだ。ああ、ここから行けそうだわ、アロマ。水流れてるわ、ご丁寧に。流れてるわ。戻ってこれない。ああ、そうだ、ここまで戻ってこれないよな。俺一応、一番上全部見てきたけど、なんか、チェスト複数あるだけだったわ。ああ。特に、まあ上の方には、なんもないと。アンモナイト。はい、キックはアンモナイト食べてもらいまーす。もにゃが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 アンモナイト。溶かせばいけそうだけど。溶かしてみっか。いやー、アドベンチャー松明が消えちまうよ。ちょっと待って待って、なんでダメージ食らってんの今。うわー、結構もう消えてるよ。まあ、戻れる人は戻って。もっと上だ。ここだ。どうだ。あれ？これもしかして水の中入ったら、松明、なくなる？ああ、そうかもね。受けるんだけど。全部消えた松明になった。俺。死亡。はい。一瞬なのかわかんないけど、いつの間にか消えてた。あ、ってことは何？これにも触れたらやばいってこと？ちょっと触れてみよう。水に触れると結構まずいかもしれん。ほんとだー！秒で消える？とりあえずちょっと火つけてこよう。そうやね。これじゃあ、ダメだ、水で登る作戦もちょっと厳しいな。お、なんでここに馬いんの？骨馬いる。腰下パワー、腰下パワーいるぞ、腰下パワー。は？なんじゃそれ。やべ、迷った、ここどこだ？決死のダイブしてきまーす。しかしマジ戻れねえ。どうすりゃいいんだ？ツタを繋げていけないかな？そう。ブロック、繋がってたっけ？な。村だ。まあ、村の方に何か酒好きの村人あるかもしれんな。謎の金魚古びたの鍵卵地図。ああ、地図重要だね。もうすでに俺迷ってるもん。あかん、俺も行こう。迷ってんのか。防寒具があるぞ、ここ。何？何？絶対いるでしょ。明らかに重要じゃん。装備としては弱いけど。あ、けど意味ないのかな、これ。どんどん減ってくる。意味ないのか。結局意味ないの。なんか変なやつ落ちてきた。なんだこいつ。馬とかもいる。どっか炎つける場所ないのか。魂がね。この真ん中どこか。ああ、これだ、これだ。よし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 。よいしょ。松明は買えるぞ。あ、ほんとに。ここの通貨で。うん。でも通貨も全然ないぞ。なんで魂だけないんだ。敵倒さないと。防寒具意味ねえ。うわあ、死ぬ。そうだ、防寒着だった装備してたの。それは殺されるわ。極寒の地方に生き抜くために必要な防寒具。他には大して意味はないだって。で、意味ないんじゃない？やっぱ。そうなの？うん、だって普通に減ってくし。なんかトカルトの村人、バトーさんみたいなんだけど。なんだこいつ。あー、ところどころスコーンブロックが置いてあるな。こいつなんでこんな、薄着で大丈夫なのこんなに。あー、ね。ヒレみたいなやつより、なんか結晶みたいなやつの方がレアなんだね。コロナ？コロナ。あー、ヒウチーシャンってアホみたいに余ってるから、これで、ここの通貨と交換できるから、金自体は。ただ、これ大したもんと交換できないな。あれ、地図売ってんじゃなかったっけ？地図売ってるよ。地図を見て行動した方がいいな。ただ、高くて買えねえ。高くて買えない？値段。あの大橋を渡るときは盾を持って行った方がいいぜ。何それ。死ぬ気がないならな。ここは命が軽すぎるわい。なんかでっかい橋があるんだろう、どっかに。めたくそ広いな。うわ、近くになんだあれ。なんか登れるとこだぞ。
わお。とりあえず地図買いてえな。アイテム持ってくればよかったな。あ、あそこの封印だけ解かれてるじゃん。これ、戻れんじゃない？あ、これ、そうかも。うん。これ、大地のベルだけ解かれてるわ。なんでかしら。やっぱ大地のベルだからじゃない？うん。ちょっと入ってみる。あ、戻れる。おー、助かった。水長剣。あ、そうか、けど、こっちからはいけないのか。まあ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 。一回戻って、交換材料、ね、火打ち石と効果交換できたから、効果なだけに、効果に交換できるから。てか、もう敵、いすぎ、帰る。何も添えてこう。広すぎて、ニッチもサッチもいかんの。まずは、地図を手に入れることが先決のようじゃな。地図はどこ消えた？探偵はバーニル。いないでーす。あと、メッサ光る飲んでこう、メッサ光る。とりあえず、一つずつ。大事、マジ。メッサ光る、どこだ？ここ。あとは、火打ち石をとりあえず全、もう持てるだけ持ってって、さあ、突入。目的は地図を手に入れることだ。なので、はい、チーズ。チーズの真似選手権やりまーす。はい。選手権。はい、まず、FB からいきまーす。キャン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 猿いたぞ、今。いきなりゲレ決定したみたいな。完全に猿。ケン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 キング。どう俺のチーズっぷりは。全然わかんなかった。腐ってる、うん。新キャラかなと思った。おっと。腐ってるとは。じゃあそこまで言うなら AO さんやってもらいましょう。お願いします。言ってねえ。一番何も言ってなかった。そこまで言うなら AO さん。けど仕方ない。仕方ない。やっぱり仕方がない。やっぱパパえなえなえ パパもパパもえ何パパもってえバイキンマン殺すあバイキンマンって言ったのバイキンマン殺すどんどんお前に戻ってるやんけバイキンマン殺すって言ってなかった言ってた怖いんだけどまあバンマンは怖いからキャラ改変しないでくんない確かに次キックンチーズ真似してくださいあー、ムカつくわ。これパーフェクトでしょ。はい、次アロマ。うわ、俺のターン短い。コメント少な。なんやねん、これ完全にいじめられてる系の人じゃん。あれもしかして下っていけんのか、これ。これ下っていけるね。あー、そういうことだったのね。知らなかった。まあ別に落ちてもいいとは思うけど。あとメッサ光るめっちゃ便利やね、やっぱ。めっさ便利だね。めっさ便利だわ。チスト発見。はい、最後アロマチーズを真似してください。それっぽいから受ける。ということで、今のは誰の勝ちですかね、結局。FB かな俺かな、うん、新しいキャラを想像したからね。あお、なんだなんだあ、これすぐ上行けんのか。えどうした何したこれ。いや、ワープクリスタル。クリックで開通みたいなのを書いてたから。なんでそういうのおしみいやもうなんで無言でやろう今俺が見てなかったらお前何もなかったぞ。いや、何何でそういうの無言でやろうやべ。まず見つけた時点で、あ、なんだこれは。お、ワープクリスタルじゃん。ちょっと押してみるわっていうくだりがなぜ ないのあなたには。いや、あって言って押してから、お、ワープクリスタル開通したぞって言おうとしたんだけど。お、ここに鎌倉みたいなのがある。で、どこに開通した？もう分からねえ。上開通したんじゃない？もしかしてこっち、うん、ああ上か。上か。ショートカットできたのかな？ショートカットできたのかな？まあ、言ったら終わるっすよ。やーべえ、あの地図交換するのめっちゃ大変だぞ。あのさ、結晶みたいなやつ何個ある？どっち海けオレウスかコロナか。コロナ。コロナ。6個。だって64、1サック必要だったよ、確かね。地図。結構必要。キックン、とりあえずさ、あの、ここでさ、鉄と交換してくれ。ありったけの。やべ透明なやつがいるのか。ああ、透明なやついるのよ、なんか知らないけど。とりあえず、鉄、俺手持ちの鉄とかと交換して、やっと、ハンスターぐらいかな。敵をぶち殺さなきゃいけないんじゃないだから。そうだね。オッケー、交換した。結局ね、39個。
できた。なんだあいつ、なんだこいつ、ん、白熊か、白熊アイス、白熊パフェじゃん、白熊、でもダメージ受けながら俺に近づいてくる。なんだこれ、白熊がダメージを受けながら俺に近づいてくる。氷の上でダメージ食らってる。え、なんだこいつ、一体どういうつもりなのかな、エオヨさんは。飛びます、飛びます。飛びます、飛びます。やっぱ意外と強そうだ。この鎌倉はやっぱ一時避難所なのかな、基本的に。まあ、とりあえず敵を倒して。わあ、2匹、2匹超えた。ああ、でもここ良さそうだな。わ、こいつ買ってんだよな。あ、結構落とした。いや、違う。そうでもない。やべやべ。ん、どこでやってる？いや、村の近くでやってる、これ。透明の。おお馬が全滅したー。なんで？俺のチェイン野郎が馬にもダメージが通っちゃった。うわー。うわー。それ重要かもしれないのに、それ。まあ、とりあえず、ここら辺で勝って、地図を手に入れることを第一目標としましょう。希望抱きしめ MSSP の動画をご覧いただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。 MSS プロジェクトは、YouTube そしてニコニコ動画に、チャンネルを持ってますので、ぜひご登録の方をお願いします。登録ボタンの方ですね、上とか多分この辺とかこの辺とかあるので、ぜひお願いします。あと下の概要欄にもリンクが貼ってあると思うんで、ぜひよろしくお願いします。お願いします。